大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ今回は、みんな大好きザ・クレイジー SKB のタッグパートナーを決めるトーナメントということで、急遽決まりました。これも、視聴者の方からのコメント、ご要望からということで、実現したカードです。何か見たいのがあればまたコメントいただければ検討しますので。で、8名、最初、ここに載っている、8名で、サバイバル飛びたをトーナメントに加えるというご意見をいただいたんですが、ここはちょっと、オーナーである私の意見を採用させていただいて、そこに、サバイバル飛びたではなくて天竜源一郎を加えました。この8名、前田明、ブルーザーブロディ、藤原義明、クラッシャーバンバンビガロ、川田俊明、スタンハンセン、武藤圭司、天竜源一郎ですね。この、超一流レスラーたちが、あのザ・クレイジー SKB のタッグパートナーを争うというわけのわからない、ストーリーなんですが、サバイバル飛びたを外したのはやっぱりザ・クレイジー SKB のタッグパートナーが務まるのはサバイバル飛びただと僕は思ってるわけですね。で、ただそうなると、サバイバル飛びたらが一番タッグパートナーに今近い人間じゃないかと。でそこに、俺がやるって割り込んでるわけですから、そんなの全員相手にしてられないと、サバイバル飛びたの、スタンスからするとですね、立場からするとというわけで、サバイバル飛びたは、ここの8名から勝ったレスラーと、改めてシングルを行って、タッグパートナー、クレイジー SKB のタッグパートナーの座を争うと、いうことにしました。ですのでまずこの8名の中で勝ち上がるということが、あのザ・クレイジー SKB の席に、隣の席に座ることができるということになるわけですね。はい、では早速カードの方を見ていきましょう。前置きがなくなりましたが、前田明とブルーザーブロディ、藤原義明とクラッシャーバンバンビガロ、川田俊明とスタンハンセン、武藤圭司と、天竜源一郎ですね。どこを取ってみても、素晴らしいカードです。では試合を早速開始しましょう。まず前田対ブロディですね。ちなみに、砂漠レフェリーはミスター高橋です。ちょっとだけカウントが早いと、あとは、通常ルールですね。時間は無制限一本勝負です。で、3カウント、ギブアップで勝負が決まります。場外カウントと反則カウントもあります。さあ今回は時間制限がないので、お互いじっくり攻めれると思いますね。さあ、ブロディといえばね、有名な、レスラーで、ブロディのことを、前出た時にブロディのことをだいぶ語りましたけどもね、ブロディと前田明はやってなかった、新日で一緒だったこともあったけどやってなかったような気がしますね。うちにもいますけど、前世紀新日 UWF 帰りですよねの時の、前田と坂口誠二がやってる試合が今でも見れるんですけど、気性の荒い感じですよね。坂口誠二ってこう皆さんぬっとした感じとか、アントニオ猪木の2番目っていうようなイメージがあるかもしれませんけど、前田明とやってる時は結構気性荒い感じなんですよね。だからなかなか、YouTube だったと思いますけど、コメントにもありますけど、そりゃアントニオ猪木が前田明とやるのは避けたわっていうのが、分かるっていうコメントがついてましたけど、そうですよね。さあブロディと、前田明の戦いを予想するとなると、やっぱり前田明にはこの関節技があって、ブロディには、その関節技が、キャメルクラッチとか逆エビ固めとかっていう技はありますけども、腕足などを一点集中するわけではないですから、その辺がちょっと、差がつくかなと。ただブロディは、ロープに飛んで、フライングボディアタックを決めるんですね、この巨体ながら。これが意外とこういう技ですね。空中に飛ぶ技がブロディは持ち味ですからね。
あとは、やっぱりラフな技は、ブロディの方が殴る蹴る、まあ、そういうこういう綺麗なキックやパンチじゃなくて、ただ単にもう本当に殴る蹴るだとブロディにも勝ち目があるかと思いますね。あとはロープワークですかね。前田は多分ロープに投げられてもあまり、返ってこない、性質を持っているはずです。なのでブロディの、ロープワークからの、キックですよね、フロントキックが、決まらないかもしれない。さあ試合時間は6分を経過しました。前田がちょっと押してるでしょうかね。さあハイキックを決めて、この構成に入るとなかなか前田は強いですからね。さあしかし、あ、いいですね、ブロディも抱え上げてアバランシュホールドです、ホールドでしたっけね。さあギロチンを落としていったが、次につなげることはやっぱりできないですね、難しい。さあ前田が飛んだけども、ロープに飛んだけども技が決まりませんでした。あ、いいですね、シュミット式バックブリーカーからのボディスラム。あ、いいですね、これです。さあカウントが入ります。ミスター高橋ですよ。あっと 2.9、 前田ちょっとヒヤッとしたんではないでしょうか。しかし冷静に、チキンウィングフェイスロックですね、で決めていきます。チキンウィングフェイスロックはああやって腕を決めてるように見えますが、実は腕にあまりダメージはないはずなんですね。なので相手の、スタミナを、奪っていくと思いますが、結局首を絞めていることになるわけですね。さあこうやって寝技に入られると、ちょっとブロディはしんどいか、できたらブロディとしては動きたいところですね。ただしこうやって真ん中に持ってくるとブロディも、ロープブレイクが使えませんから、厳しい、これは間違った選択なのかもしれません。あとフォールに行ったのは前田の方ですね。さあカウント 2.9、 危ないですね。さすがミスター高橋、時間が今日は長くなるのを、あ、ちなみに今日はあれですからね、とりあえず最低でも4試合は続けていきます。さあカウント入る、あー入った。前田が、電光石火のジャーマンスープレックスですね、一気に決めてしまいました。いやブロディはこれはちょっと、まあ、ブロディも攻めてたんですけど、前田の方がやはりちょっと攻撃力が高かったということでしょうか。試合時間9分9秒、前田明がブルーザーブロディを下しました。やはり前田ちょっと強いですね、ブルーザーブロディはまあまあこんなものなのでしょう。はい、では次次戦に行きます。今日はこのまま続きます、1試合ずつではありません。で、次は藤原義明対クラッシャーバンバンビガロ。いやー異色対決ですね。最近作った中では気に入ってますブロディは、で対する藤原義明組長は、南山ですね、南山苦労して作ったレスラーの一人ですね、やっぱり道場で最強と言われた男を、作るとなると、どうしても序盤から脇固めを出さないと、決めきれない。もちろんクリティカルの設定をするという、方法もあったんですけども、まあまあどうでしょうかね。さあこの試合はもう読みやすいですよね、ビガロはもう、寝技は完全にほとんどはありませんから、空中殺法を繰り出しながら、いいですね、この序盤からドロップキックを出していくっていう感じが僕はすごい好きなんですけどね。でたまに当たるんですよね。こうで逆に藤原組長は、腕を一点集中していきますからね、脇固め、こういう技ですね、腕を攻撃していきますが、ビガロは腕のダメージはそれほど高くならないように設定していたような気もしますが、さあどうでしょうね。さあこう寝られると、で、あ、いいですね、こうパワーでこう差をつけていく。さあしかしビガロはこれあんまりに技の、ドロップキックとかを連発すると呼吸が疲れてくる、呼吸スタミナ切れを起こす可能性はありますよね。さあ試合時間は3分経過しましたが、まだお互いこう組み合ってない感じですね。さあ組長腹固めでいきますが、これはすぐ返されます。さあ組んでボディスラムね、まあまあこういう巨体をボディスラムで投げているという時点で違和感を感じるかどうかは、ファイプロを楽しめるかどうかだと思います。私はこれがあるので、アンドレを未だに作りません、作ろうかなと思ったんですけどね。
あ、投げアンドレがポンポン投げられるってなんかねこうどうしたもんかなと思ったり、なんか表現する方法ないかなと思うんですけど、まあまあ、余談はその辺に置きまして、さあ、1回戦で前田が、このブロック勝ってますから、もしこれ、藤原が勝った場合 UWF、 おーいいですね今のね戦いとなると、いいですね。藤原組長こんなにタックルを使うレスラーでは本当は多分ないですよね。この辺もその苦渋の選択なんですね。タックルをしないと勝てないと、タックルから入らないといけないのが本当は藤原らしくない気がするんですけどね。まあまあ見た目十分藤原なので、許してもらえたらと思います。さあビガロがちょっと押されてる感じもしますが、まだ、腕へのダメージは見られません。試合時間はもうすぐ間もなく6分となりますが、それほど、差がついてないような気がします、今藤原君はタックルに来ますけど全部ほとんど切られているという状況、組まれた後返しているという状態ですね。さあ組み合なんか噛み合わない感じですね。さあ脇固めに入りました。これが決まりだすと相手の腕はかなり早くダメージを食らっていきますので、ビガロとしては何か技を出さないといけないところですね。ちょっと受け身になっている感じがあります。さあ試合時間7分を経過しましたが、なかなかちょっと藤原組長がスタミナ切れの感じを、おっとダイビングヘッドバットですねこれはね、かなりの距離飛ぶんですねビガロね、いいですよねこれはね。あんまり飛ぶ選手を作ってないので、どれぐらい飛ぶかわからないんですけど、結構真ん中ぐらいまで飛んでくれるんですね。さあ組み合って中央に持っていくのは藤原組長、腹固めですね。腹固めが出てるということはまだそれほどビガロの体力も減っていないということでしょうか。さあビガロとしては、こういう技ですね、リズミカルな技の、繰り出し方をするのがなんか最近ビガロがいいなと思ってるところなんですけどね。さあ間もなく試合時間9分となります。まあ試合時間、無制限でやってますので、それほど、時間制限には関係はないんですが、藤原組長の寝技がちょっと出始めましたね。ビガロは動きを止められたような格好になってますが、ああいいですねビガロ、ジャンプしてからのフェイスクラッシャーみたいな感じになりましたね。さあちょっと技が続きましたが、ここで、流れをちゃんと変えるのが組長というところでしょうか。さあ試合時間は10分経過しました。さあボディープレスまだ大丈夫でしょう、カウントは2ですね。さあ組み合って、なんか噛み合わないですね、技がなかなか、お互い決まらない。さあロープに投げたのは組長か、帰ってきましたねこれはね。ロープワークあんまりしないんですけども、さあカウント 2.9、 ちょっとビガラの方が押せ押せになってきたか。さあロープに投げて、あといいですね、伏せかわしからもう一度パワースラム。さあどうだ、あと 2.9 ですね。さあミスター高橋ですからカウント3は早く入りはずです。さあ抱え上げて投げてフォール、どうだ、あーっと決まりました。ここはビガラの方がパワーで押し切りましたね。いやいやなかなか、藤原組長が圧殺されたというところでしょうか。テクニックではなかなか勝てないというところでしょうかね。試合時間11分19秒、ストレッチドライバーからの片指固めで、クラッシャーバンバンビガロが藤原義明を下しました。はい、じゃあ次の試合に行きましょう。次は川田対ハンセンですね。いやーいいカードですね。ちょっとねこれは僕は個人的に好きですね。さあスタンハンセンラリアット対、川田は、まあ、キックは出しますけども、一撃必殺というわけではないですからね。さあハンセンが最初から、押していくでしょう多分ね。ただまあ、お互いエルボー出したりとか近い技を出すかもしれませんね。こう荒々しい技がハンセンも多いですからね。川田は川田で、キレのある攻撃をするんですが、川田にはストレッチプラムという技がありますから、試合が長引けば川田の方がちょっと有利なのかなと思いますよね。
まあ、前の動画でも言いましたけど、川田が今、麺屋系でしたっけね、やってるんですよ、ラーメン屋さんね。で、たまに、メディアにも出ることありますけど、やっぱり首から下のこう細くなり方がすごいですよね。っていうことは、でもあれ逆になんかその違法ではないけど、ステロイド的なとこまでいかないけど、やっぱりプロテインとかすごい使ってたっていうか、体を大きくするのにただ普通に食って、運動だけでトレーニングだけではあそこまでいかないような気がするんですけどね。すごいな。逆に痩せる方法が僕は知りたいんですけどもね。まあ、忙しいんでしょうね、ラーメン屋さんね。さあ、試合時間は3分を経過しました。ややハンセンの方が勢いで押しているような気もしますが、川田も、まだなんとかついていっている感じでしょうか。組み合って投げるのは川田ですね。さあ、背中サッカーボールキック、これ2人とも共通している攻撃ですからね。さあ、エルボーの、打撃合戦になりました。攻撃力があるのはハンセンの方が攻撃力は多分あったと思うんですよね。さあ、ヘッドロックで締め上げていく。ハンセンの動きを止めるという感じですよね。さあ、ハンセンとしては、やっぱり一撃必殺のラリアットがありますから、ウエスタンラリアットが、出せたら勝負は、有利になりますよね。この動画をご覧になっていただいている方にはよくお話しする、あ、そうだ、あれまだ発表してないですね。あのジ・アイスマンの、必殺技の名前ね、それをまた、発表しなかったんですけどね。今度ジ・アイスマンのシングルマッチを組んだ時に発表しましょう。で、そのまあまあ、スタンハンセンは一撃必殺の、スキルがあるんですね。もちろんウエスタンラリアットが、その必殺技になってますので、1試合で、2回目まではダメージが 2.5 倍になるんですね。なのでハンセンが、ラリアットを出してその後フォールに行った場合、かなりの確率で、そのまま試合が終わると。ただやっぱりポジショニングなんですけど、これがね、Gアイスマンの場合は組んでから、あの必殺技を出しますから、ロープ際だった場合、ブレイクがかかるんですよね。だからそれでスリーカウントを奪えないんですね。ところが、このハンセンが出すウエスタンラリアットは、相手をロープに投げるか、相手が、フラフラの状態のところに走り込んで出しますので、リング中央である可能性が高いんですよね。もちろん確実にではないんですけども、それを考えると、もしかすると、この一撃必殺という意味で言えば、スタンハンセンのラリアットの方がジアイスマンの、あのパワーボムリバースゴービースペシャルよりも、確率は高いかもしれないんですよね。さあ、ちょっととハンセンの方が押しているでしょうか。ちょっと気になるのは川田のあのジャンピングハイキックがまだ出てないんですよね。そうならないような試合展開になっているのでしょうか。さあ、試合時間は9分になりました。さあ、ハンセンバックを取って腰を落ち着けていきますが、まだ、ああ、いいですね、川田はキックで。さあ、ストレッチプラムが決まりました。レフェリーのチェックが3回ギリギリ入りますから、そこそこハンセンもダメージがあると。さあ、これは投げっぱな、いや、そのままパワーボムですね。さあ、カウントが入る、どうだ。あと 2.9 ですね。川田ちょっとこれは押されてる、厳しいでしょう。ハンセンはもしかするとラリアットを出さずに勝つということになるかもしれません。試合時間は10分経過。あっと、キックが出ました。いいですね、これでね。どうにか一発で仕留めれるようなこう何か展開を作れないかなと思うんですけど、なかなか難しいんですよね。ハイキックってまあまあ、でも一発で仕留めることは難しい技ですけどね。さあ、ブレインバスターからのフォールで 2.9、 あおっと、ハンセンもちょっと苦しくなってきたでしょうか。さあ、もう一度、しかし持ち上がらない。逆にハンセンが持ち上げて、川田は場外へ、そして場外にハンセンが追っていきます。さあ、どうする。バックを取って持ち上げてアトミックドロップ。さあ、足を落とすが、これは川田が蹴り上げます。
さあここでストレッチングプラムカウントが進みます。いやしかしこれは戻りますね。ハンセンもスタン、ウエスタンラリアットがそろそろ出せるぐらいの、余力というかダメージは川田に食らってるはずなんですが、まだポジショニングがうまくいかない感じですね。今度は逆にスタンハンセンが場外に落ちました、同じように川田が追いかけてきます。さあ場外でのハイキックです。いいですね。しかしハンセンは起き上がる。そしてパワーボムまで持ってきます。いやこれはちょっと場外でこの技はダメージをだいぶ食らったでしょう。さあこれでホールに入れば、いやしかしハンセンが今度は持ち上げたパワーボム合戦カウントが入る。どうだ。あー3決まってしまいましたね。いやハンセンは一撃必殺、ウエスタンラリアットを温存してですね、での勝利となりました。川田も、場外で攻め立てたんですがハンセンのパワーに負けてしまったということですね。試合時間は、13分8秒、パワーボムにより、スタンハンセンが川田俊明を下した試合でした。さあでは次参りましょう。第4試合ですね。武藤敬司対、急遽試合オファーした、天竜源一郎の試合です。さあ参りましょう。4試合目ですね。さあこれもなかなか興味深い試合ですよね。天竜はこの動画では一応登場させてたような気がするんですけども、どうでしょうね。オールラウンド的な戦いができるのが天竜、まあ、もちろんゴツゴツしたパワーとチョップがあるんですよね。で先ほど、負けちゃいましたけども、川田俊明とやっぱり似てるんですよね。技をいろいろ作っていくと天竜をね、パワーボムもそうだし、円錐切りとジャンピングハイキックの違いだったり、ステップキックだったり、その辺はなんかこう、あ、なんか指定関係があるなと思いながら作ってたんですけどね。で、対する武藤敬司、いいですね、武藤敬司ね。シャイニングウィザードが多分まだこの動画では本式のって言ったらいいんですかね。相手がリングの中央で倒れてて、そこを、コーナーから狙う武藤ですよね。で、この動画で僕何回か言ってますけど、内藤また忘れた内藤っていう今ね新日のトップレスラーがいますけど、僕はあの人があんまり好きじゃなくて、まあ人間じゃないですね、レスラーとして。まあ賛否両論あるかもしれませんけど、なんか武藤敬司のこうなんか影が見えるというか、真似してるのかなみたいなことが。でこのパイプロでなかなか表現できないんですけど、やっぱり武藤敬司のすごいところって緩急なんですよね。じわっとゆっくりした動きをしてたと思ったら急に機敏な動きをしてドラゴンスクリューを決めるとか、シャイニングウィザードに行くとか、あの緩急がやっぱりすごい、この人は天才って言われるゆえんだろうなと。まあ、当然その機敏な動きをした時に、間違えないというか失敗しないというかね、その辺がこう、あ、天才だなと思うんですけども、まあ、その分、膝にはダメージを食らいすぎて、もう足はガタガタなんですけどね。まあ作っててふと思ったのは、武藤敬司ってシャイニングウィザードとか、なんだドラゴンスクリューですねとかをして相手を、膝を使ったり膝を攻める技が多いんですけど、自分の膝はもうボロボロだっていうことで、膝を攻められるとすごく弱いっていうのがなんかすごい矛盾じゃないですけど、表裏一体な感じがするなと思ったんですけどね、作りながら。だから多分武藤敬司に対して足攻撃するレスラーは強いはずなんですよね。まあこれそれを一回やってみたいような気もしますけど、足弱いレスラーが足攻めるの強くて、そのタイプ見たタイプが2人やるとどういう試合になるんだろうなって、矛と盾がなんかこううまく噛み合ったりするのかなってしょうもないこと思ったりするんですけどね。さあなんだかんだ言ってる間に試合時間は6分です。まあまあお互い、技は繰り出していますが、あんまりまだ大技はまで行ってませんね。さあロープに投げたのは天竜の方です。さあ走り込んだけども返されましたね。さあバックを取ったのは武藤、ローリングソバット、
武藤がローリングサバットって、あ、でもそうですよね。これはまあいいでしょう。別に許してくださいね。さあコーナーの取り合いいいですね。さあ制したのは武藤の方です。まあさあ武藤ロープに飛んで、あっといいですね。低空ドロップキック。あの低空ドロップキックもいいですよね。あんまり別に飛ばなくていいわけですからね。ああいいですね。今度天竜は天竜で張り手から、張り手じゃないですね。突っ張りから、エルボー、背面エルボーですね。さあカウントは2です。さあ試合時間は8分になりました。さあこの男たちは今何のために戦ってるか皆さんちょっとだけ思い出してくださいね。あのザ・クレイジー SKB のタッグパートナーになる、なりたいと思ってやってるんですよね。本当になりたいかどうかは分かりませんが、なるために頑張ってるという、それを争ってるわけですかね。さあロープに飛んで武藤が、おっとフェイスクラッシャーに来ました。いいですね。しかし武藤はすく、武藤じゃない、天竜はすくっと立ち上がりました。さあ、フラッシングエルボー、さあ組んで、しかし今度、天竜の方がパイルドライバーですね。あ、丸め込んだのは武藤です。いいですね。展開がこう行ったり来たりですね。どっちかに傾くことがありませんね。さあ今度は武藤が中央に寄せて鎌固めですね。いいですね。一旦じっくりと天竜の動きを止めたという感じでしょうか。さあ試合時間が10分経過しました。お互い、技は繰り出してますが、どちらもいい感じでダメージが食らってるという感じでしょうかね。さあ組んで、さあ先に大技を出したのは天竜ですね。53歳を出しました。しかしこれはブレイク。まあミスター高橋が、レフェリーですから、スリーカウントを狙う場合は先手必勝ということになるでしょうか。あーいいですね。バックを取ってドラゴンスープレックスだったんですかね。さすがにそれは、天竜がかわしました。さあ今度はもう一度パイルドライバーですね。ロープ際でのパイルドライバーからバックを取りに行こうとすると丸め込む武藤。いいですね。一進一退の攻防です。さあ WAR スペシャルですねって言っていいんですよね、この技はね。さあ天竜がちょっと押して、あーいいですね、クイック DDT からのアピールしてバックを取って、しかしバックを取り返すのは武藤。今度はしかしまだ投げれない。いやー2回目もまだ防がれましたね。さあ逆にバックを取ったのは天竜ですが武藤に、返されました。さあエルボー一発挟んで打撃合戦、武藤のパンチと天竜の逆水平チョップ。さあここはドロップキックで武藤が制しました。さあコーナーの近くですが、そうですね、登って、さあ飛んで、あーっといいですね。トップロープからの低空ドロップキック、武藤らしいですね。しかし53歳で天竜が返します。そしてフォールに行きます。さあどうだ、あーっと決まりました。いやー、天竜、武藤は頑張ってたんですけど、天竜がもう一発で仕留めましたね。まあそれまでの、布石として53歳を2発ほど、一発でしたっけね、決めてたので、そのダメージもあったのでしょう。試合時間13分25秒、53歳中直落下式ブレンバスターから片指固めで天竜源一郎が武藤敬司を破った試合でした。さあもうこのままいっちゃいましょうかねと思いましたけども、今日はこの辺にしておきましょう。4試合終わりましたので、明日、もうあと4試合行います。前田対ビガロの試合と、ハンセンと天竜の試合をやって、でその勝者を、戦わせる決勝を行います。で明日これで、1,2,3 試合した時点で、この残りベスト4からの優勝者が決まります。で、それプラス、優勝した、この中の優勝者とサバイバル飛びたがクレイジー SKB のタッグパートナーに決める戦いをするということでいいですね。はい、まあこれで動画の時間も30分ほどになりましたので、今日はこの辺までにしたいと思います。
どうでしょうね、前田も強いしな、まあ、あの一応あれですよね、トーナメントの予想をしておくと、1戦目のダメージで言うと、そんなにでもないような気がしますね。あんまりこうもつれた試合っていうのがなかった気がしますので、前田がちょっとこれは一歩有利かなという気がしますが、皆さんいかがでしょう。スタンハンセンはちょっと余裕持ってる感じですもんね。ウエスタンラリアットが出ればやっぱりハンセンという感じでしょうか。まあ、というわけで、言い出したらこ、キリがないような気もしますので、この辺でお別れして、また明日お会いしたいと思います。いつもありがとうございます。またチャンネル登録もよかったらお願いします。ではまた。